名古屋ドームです。セパ交流戦、中日ドラゴンズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんそのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはドラゴンズの先発星野、名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、ライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ライオンズの攻撃、栗山が入ります。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。スライダーできました。あっという間に2ストライクです。空振り三振。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている渡辺。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー星野、そしてキャッチャーは谷繁。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。スライダー外れます。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。引っ張った。これはどうか、三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁です。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、空振りです。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。バッターボックスは4番中村。インサイド決まっています。膝元へ持ってきました。ノーボールツーストライクです。外に逃げていくボール、よく見ています。打ちました。取りました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、ライオンズ得点には至りませんでした。西さんにとっての理想の2番バッターというのはどのようなタイプのバッターになるんでしょうか。まあ、当然細かいこともできるといいんですけれど、しかし強打の2番バッター。バッターは原。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。これはどうか、レフトが取りました。バッターは2番。インサイド落ちました。これはよく取った。アウト、ファインプレー。西さん、今のプレーいかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、もうアウトカウントが2つになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。ツーアウトからランナー出ました、ドラゴンズです。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド見送っています。打ちました。これはどうか、ショートの左抜けました。ドラゴンズチャンスになりました。ツーアウト。引っ張った。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ドラゴンズ2者残塁です。ため息に包まれた名古屋ドーム、得点。
初球ストライクを取りました。打ちました。これはどうか。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁。バッターボックスは初球狙って空振りです。打者の内角をえぐるような投球でした。打ちました。荒木セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは7番に入っている秋山。ライオンズダブルプレーでランナーなくなりました。初球見送っています。膝元へ変化球が決まります。ノーボールツーストライク。ファウルになります。打ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている伊藤。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはランナーの足も警戒しなければいけません。ランナースタート。2球目打ちました。ショートに任せます。どの上が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。2回にゆるいボール決まりました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。これはどうだ。あっと取れない。これはショートのエラーです。先制のランナー。バッターはセカンドが取る。二塁送球、セカンドホースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。8番バッターはキャッチャー谷繁。ドラゴンズダブルプレーでランナーなくなりました。この回のドラゴンズ打線ですが、打ちました。大きな打球になった。センターバック、センターバックする、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトからランナー出ました。ドラゴンズです。ヒットでランナーを二塁に置いています。日産ツーアウトながら再び先制のチャンスを迎えました。こういう場面で逆に点を入れておくと相手にもプレッシャーをかけられますからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。チェンジアップは入りません。インコースへのシュート決まりません。引っ張った。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ打順は1番に返ります。バッター原、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。初球ボール、打ちました。高い打球ライトへ上がりすぎました。秋山掴んで3アウトです。ドラゴンズ2者残塁です。ため息に包まれた名古屋ドーム。小宮山さん、どうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、両投手ともに不安な部分であったんですが、うまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。スライダー決まりました。あっという間にツーストライクです。打ちました。ショートが取る。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ツーアウトランナーありません。
1球目狙っていって当たりません。低め見送りました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、3アウトチェンジ。この回ライオンズ三者凡退です。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権を握るんでしょうか。先制のランナーが出塁していきます。バッターボックス、打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ノーアウト。打ちました。渡辺セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックス、アウトコース、ボール。2球目打ちました。しかしショートライナー。しかしこの回ドラゴンズ1点リードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低め決まってストライク。ノーボール2ストライク。ファウルになります。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウトです。打順は4番、初球簡単にストライクを取ります。低めはこれは入っていました。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。打ちました。2アウトになりました。バッターボックスメヒア、打ちました。ショート前に来る、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。ドラゴンズ4回、初球打ち、これはどうか、センターライナー掴んでまずワンアウトです。打席には真ん中、打ちました。ファウルになります。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。いや、狙っていって空振りです。打ちました。これはどうか、破りました、センター前。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。バッターは星野、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。西さん、得点圏にランナーを置いての打席となります。まあこういう場面でね、確実に点を取って打った、セカンド飛び込んで抑えた、二塁送球、二塁アウト、ワンプレイ、ダブルプレイ、チェンジです。先ほど小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。
もファウル。振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順は7番秋山、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました、アウト、ツーアウト。打順は8番、初球コーナーをついてきました。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライクです。打ちました、切れていきます、ファウル。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者も。5回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは原、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしている展開ですから、まあ慎重にですね。そうですよね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。真ん中打ちました、高く上がった、これはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。甘い球は見逃しませんでした、ツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。バッテリーも当然右方向へのゴロは打った、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ追加点、2対0になりました。このバッティングご覧いただきましょう、甘いボールは逃しませんでした。ドラゴンズこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。初球打ち、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ドラゴンズ1点追加します、3対0。甘い球は見逃しませんでした、見事。打ちました、セカンド取る、一塁送球します、ツーアウトになりました。これは進塁、初球打ち、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁でストップ。このバッティングご覧いただきましょう、甘いボール、緩いボール決まりました、得意のボールでストライクを取りました、打ちました、ショートが取る、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ここまでのハイライトです。1回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、先制のチャンスを逃します。これから6回、まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう、速いボール膝元決まってストライク、ノーボールツーストライク、変化球打っていきました、一二塁間を破る、ライト弾く、自分で拾って先頭バッターを出してしまいました、ノーアウトランナー、豪快なスイングは空振りになります。低め、これは決まった、あっという間に2ストライクです。引っ張った、これはどうだ、1・2塁間を破る、これが今日の初ヒット、ノーアウト、点差が大きく開いたビハインドの場面です。インコースギリギリ決まっています、引っ張った、これはどうか、
一塁線落ちてフェア、三塁を回っていく、ホームに送球、セカンドランナーホームイン、1点返します。ここは抑えておきたかったんですが、初球は際どいところに来ました。ストライクです。低めの球ストライク、ノーボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はレフトへ、サードランナータッチアップ、バックホームする、タッチアップしません。ワンアウトランナー3塁。変化球入りません。ファウルになります。引っ張った、取りました、セーフ、サードランナーホームイン、ライオンズさらに、バッターはいいコースですが外れています。もちろん併殺狙い、低めに逃げるようなボールでした。低め打った、セカンドが抑えた、二塁へ、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。しかしこの回西武ライオンズ点差を縮めていきます。4対2ライオンズ。バッターボックス、さあマウンドを任されたのは豊田。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。引っ張った、レフト下がっていく、下がっていく、レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。バッターは今日の先発ピッチャー星野。打ちました、一塁送球、アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って原、今日はまだ当たりがありません。打った、これはどうか、センターに抜けました。これが今日の初ヒット、初球は変化球、当たりません。打ちました、浅村、二塁送球、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6回終わって7回の表、追いかけるライオンズの攻撃。アウトコース、空振りです。打ちました、ボックスには7番秋山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。空振りです。打ちました、これはどうか、これでマルチヒット、ワンアウトランナー、初球ストライクを取りました、打ちました、取りました、セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナードラゴンズラッキー。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いやもちろんですね、この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあその1点取ることができるんでしょうか。バッターボール打った、高く上がった、ぐんぐん打球は伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。打席には見逃しません。
でした。見事タイム。打ちました。セカンドが取る。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。これは新。初球ボール打った。レフトに強い打球。レフトをバックする、バックする、フェンス直撃。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー3塁1塁。ドラゴンズこの回7人目のバッターになります。真ん中打ちました。これはどう、センターへ抜ける。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。8対2。ドラゴンズ打順は1番に帰ります。バッター原、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球時弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。ツーアウトランナー2塁1塁と変わっています。レフトライナー掴んで3アウト。これから8回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ライオンズは代打を送ります。バッターは、まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。空振りになります。ノーボール2ストライク。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。空振り。スライダーできました。あっという間に2ストライクです。変化球外れました。変化球空振り。まず一つアウトを取ります。点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ワンアウトランナー一塁です。空振りです。ギリギリ決まっています。スライダー。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。これでツーアウト。ツーアウトランナー一塁です。インサイド変化球決まっています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました。セカンドうまくさばいて二塁送球。スリーアウトになりました。ランナー出ました。8回のバッターは、さあマウンドに上がったのは宮田。最初は変化球できました。ボールになります。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はライトへ。ライトライナー掴んで、まずワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ヒットになった。これで3打席連続のヒット。初球打ち、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。打ちました。あっと取れない。一塁蹴って二塁に向かう。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ドラゴン7番バッター、引っ張った。サードが取る。一塁送球。ツーアウトになりました。ツーアウトランナーに。初球打ち、ファウルになります。スライダー外れます。打ちました。
しサードライナー。しかしこの回試合は、小宮山さん、ここはピッチャー9回も続投ですね。そうですね、もうベンチとしたら最後までということでしょうね。そうですよね。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、これが今日の初ヒット。ヒットでランナーを一塁に置いています。豪快なスイングは空振りになります。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。インサイド落ちました、切れました、ファールボールです。引っ張った、原セカンド送球、二塁アウト、一塁送球はアウト、ダブルプレー。バッターボックス、インコース決まります、ワンストライク。低めの球、手を出しました。このボール、ツーストライクです。打ちました、取りました、これでスリーアウト、試合終了になりました。ドラゴンズ、打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、ファンとしては気持ちのいい試合だったのではないでしょうかね。いや、そうなんですよね、打ってるバッターはね、もっと気持ちがいいですよ。非常に見ていて気持ちのいいゲームになりました。勝ったドラゴンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。